はい、どうもこんにちは、ゆずきです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はですね、新しい iPad 文具習慣整理ノートについて解説をしていきたいと思います。習慣化に取り組む上でですね、いろいろと悩みがあったりすると思うんですけども、例えば新しい習慣を始めてみたけれども3日も続かないとかですね、なかなか成果が出なくてやめてしまったとかですね、毎日継続するのが大変で面倒に感じてしまったとかですね、いろんな悩みがあると思います。そういう方のためにですね、習慣整理ノートをちょっと今回工夫してみたという形なんですけども、今回の動画の構成としては、新しい習慣を継続する時の3つのコツ、こちらについてまず解説した上で、習慣整理ノートの使い方っていうのをですね、実例を含めてご紹介していきたいというふうに思います。ではどうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまずはじめにですね、新しい習慣を継続する時の3つのコツについて解説をしていきたいと思います。まず1つ目はですね、20秒ルールを活用するということです。これはですね、開始するための手間をできるだけ短縮してすぐに始められるようにするということです。この効果としては、習慣化したい行動を開始しやすくするという効果があります。例えばですね、3日坊主で終わってしまう原因の一つは、習慣にしたい行動を始めるハードルが高いということです。開始するまでに手間がかかったりすると、その行動をするのがですね、面倒くさく感じてしまうということですね。一例としてストレッチを習慣にする場合なんですけども、ストレッチを始めようとした時にヨガマットが押し入れの奥とか手が届きにくい場所に置いてあったりすると、わざわざ取り出すのが面倒になってしまうと思います。ですので、まずはヨガマットをいつでも取り出せる場所に置いておくようにする。そして夜寝るときにヨガマットをあらかじめ敷いてから寝るようにする。そのようにすると、朝起きたときにヨガマットすでに敷いてますので、朝起きたときにストレッチを開始するのがですね、スムーズになるというような効果があるかなというふうに思います。はい、次にですね、2つ目のコツはスモールステップを活用するということです。これはですね、いきなり難しい行動を設定するのではなく、できるだけ簡単な行動、例えば1分とか5分でも達成できるような行動から習慣化を始めるのがいいということですね。この効果としては、日々ですね、前進している感覚をつかむことができたりだとか、徐々に負荷に慣れていくことができるというような効果があります。課題としてですね、せっかく習慣化したい行動を始めてみたけども、その行動の難易度が高いからやめてしまったというのをですね、解決することができます。一例としては、筋トレを習慣にして体重をマイナス5キロにしたいという場合ですね、例えばですね、1日に1時間かかる筋トレメニューを最初の1ヶ月目から設定してしまうと、その行動をですね、毎日実践するのが大変すぎて途中で挫折しやすくなると思います。ですので、まず1ヶ月目はスクワットを10回だけとか、プランクを30秒だけとかですね、できるだけ小さな行動にすることで継続しやすい心理的状況ですね、これを作っていくということです。そして2ヶ月目以降は少しずつ負荷を増やしていって、自身の体にその行動をですね、慣れさせていくっていうことがですね、必要かなというふうに思います。はい、次に3つ目はですね、イフゼンプランニングを活用するということです。これめちゃくちゃ強力でですね、私もかなり活用している習慣術になってます。これはですね、前提条件と習慣化したい行動、これをセットにすることで継続して実践しやすくするというものになります。要するに効果としては、習慣化したい行動を継続しやすくするという効果があります。これを活用するポイントとしては、毎日発生する条件、時間とか場所とかですね、これを設定すると習慣化しやすいということになってます。例えばですね、朝起きてとかですね、夜寝る前にとかですね、例えば通勤通学の場合は電車に乗った時とかですね、できるだけ毎日ですね、同じ時間帯場所で発生するような条件がいいとされてます。これですね、習慣化したい行動が継続できない原因の一つは、いつどのタイミングでその行動をですね、実践すればいいかっていうのを決めていないという場合のケースがあります。例えばですね、一例としてジャーナリングを習慣にする場合なんですけども、ジャーナリングを書くタイミングですね、これを決めていないと、日々のやるべきこと、たくさんいろんなことをやることあると思うので、それに忙殺されて、いつの間にかジャーナリングをすることを忘れてしまうということになってます。ですので、朝起きてからデスクに座ったら iPad を開いてジャーナリングをする、
これを決めておくと自然とその行動を実践できるようになります。その他にもですね、毎日通勤されている方の場合は朝電車に乗るときは Kindle アプリを開いて1ページ以上本を読むというふうにですね、前提条件と行動習慣を決めておくと、まあ、読書習慣ですね、継続しやすくなるというような使い方もできるかなというふうに思います。この if 線プランニングの応用例としては、連続する条件を設定して複数の習慣をワンセットにして実践するという使い方もできるかなと思います。例えばですね、夜寝る前に体重計とヨガマット、これを敷いておいて、朝起きたら体重計に乗って、その後ヨガマットを使ってストレッチをするというふうにセットで習慣化するという使い方もできるかなというふうに思います。次のパートではですね、習慣整理ノートの使い方について解説をしていきたいと思います。はい、では次にですね、習慣整理ノートの使い方について解説をしていきたいと思います。今こちらですね、画面に映っているのが私がデザインした習慣整理ノートになっています。こちらですね、各項目としましては、まず習慣にすること、そしてなぜそれを習慣にしたいのか、そして習慣化することで得られるもの、そして習慣術のところでお話した20秒ルールであらかじめ〇〇しておく、そして if 線プランニングのところで〇〇の時に三角三角をする、そしてですね、スモールステップのところで1ヶ月ごとに理想の状態に近づけていくということをですね、書き込んでいくようになってます。でこちらをですね、全部で 1,2,3,4,5,6 ということで6枠設けてます。で if 線プランニングのところで少しですね、お話ししたセットで習慣化するみたいなお話あったと思うんですけども、こちら右上のところにセットでできる習慣はないかということで、こちらですね、一つ、書き込んでいった後、ここにですね、習慣化をセットでできるものがないかみたいなことをここでですね、書き込めるようにしてます。でこれをもとに、私が実際に書いたものですね、はい、こちらがですね、実際に書いたものなんですけれども、視聴者の皆さんも、同じように習慣化することが多いんじゃないかっていうのをできるだけ選んでみました。ストレッチとか、これですね、ストレッチとか筋トレとか、また白湯を飲む、また体重計で体重体脂肪率を測る、そしてジャーナリングと瞑想という形で書いてみました。で例えばですね、筋トレのところであれば、なぜ習慣にしたいのかっていうところでは、筋トレを習慣化することで基礎代謝を高め、太りにくく健康的な生活を送れるようにするため、そして習慣化することで得られるものとしては、太りにくくなる、見た目に自信が持てるようになると。であらかじめ〇〇しておく、では夜寝る前に、自室にヨガマットを敷いておくということですね。で if 線プランニングのところでは、朝自室でヨガマットを見た時にジャンプスクワット20回とプランク30秒をするというふうにしています。そしてスモールステップのところでは、1ヶ月目はジャンプスクワット20回とプランク30秒を1セット、そして2ヶ月目はジャンプスクワット20回プランク30秒を2セット、そして3ヶ月目はジャンプスクワット30回プランク30秒を3セットするということで、少しずつ負荷を上げるみたいな形で書いてみました。こんな感じでですね、6つ習慣を書いてるんですけども、これをですね、セットでできないかということでいろいろ考えまして、これをですね、ちょっと書いてみましたけども、例えばですね、夜寝る前に体重計とヨガマットを置いておく、そして朝起きたらお湯を沸かす、で朝自室に入ったら体重計に乗る、そして体重計に乗った後はヨガマットの上でストレッチをする、そしてヨガマットの上で筋トレをする、そしてその後に沸かしていたお湯ですね、これをコップに入れた後瞑想をする、そして冷ましておいた白湯を飲む、そして白湯を飲みながらジャーナリングをするということで、このようにですね、習慣にしたいことを一連の動作として条件設定しておけば、朝の時間ですね、有効活用しながら習慣にしたい行動っていうのを一度にセットにできるっていうこともできるかなと思います。こういうふうにですね、いろいろと設定しておけば、まず条件設定しておけば、まず、初日やってみよう、1ヶ月やってみようみたいな形で、まずは実践しやすくなるかなと思います。こういう計画立てをですね、していくために、習慣化したいことをですね、なぜしたいのかとか、どういうタイミングでするのかとかですね、どういうふうに、スモールステップでですね、負荷を上げていくのかっていうことをまずは整理しておくと、自分
分がやりたいこと、実際にやるべきこと、やるべき場所とか時間ですね、これを整理できるかなと思いますので、この習慣整理ノートがですね、少しでもお役に立てればなというふうに思います。はい、ということで今回ですね、習慣整理ノートの使い方について解説をしていきました。こちらのですね、テンプレートにつきましては概要欄のストアーズの方で無料配布しておりますので、ぜひですね、ご活用いただけたらというふうに思います。またですね、この習慣整理ノートを使っていいなというふうに思われたら、まあ、ストアーズの方とかこの動画のコメント欄とかで、そういったですね、お声をいただけたら非常に嬉しいなというふうに思います。これからもですね、視聴者の皆様の日々の暮らしをですね、できるだけまあ満足したもの、またいいもの、充実したものにできるように、どういったような、まあ、iPad 文具があればそれが実現できるか、まあ何かですね、お手伝いができるかみたいなことを考えながらですね、取り組んでいきたいなというふうに思います。またですね、行動がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。